ヤクルト、塩見、復帰6ヶ月以上。ヤクルトは12日、塩見泰隆が野手、30、が都内の病院で左膝前十字靭帯、靭帯、と半裂板損傷と診断されたと発表した。全治は未定としたが、近日中に手術を受ける可能性もある。一般的な症例から復帰には6ヶ月以上は要するとみられ、今季中の復帰は絶望的となった。今年のドラフトで補充するから駅平気。今年はちょっと早かったな。そもそも一般人なら普通に歩けるようになるかどうか微妙な怪我よな。大きめの生贄ポイントやな。岩村もメジャーで前十字靭帯やってたな。リハビリと称して乳首引っ張りトレーニングできるな。塩見から取った靭帯を奥側に移植と、年齢的にも選手として終わったやろ。山田も膝に似たようなのやってなかったっけ。軽ければ内視鏡でちょいちょいってやって1ヶ月くらいでいけるけど、ひどいんやな。ちな役の見解は10ヶ月やったな。これサッカー選手がよくする怪我だけど、ベーランだけでこんな怪我するとか虚弱にも程があるで。これ見越して西川取ったなら有能すぎるわ。今回のはプレー中の事故みたいなもん。やスペとかいうのはかわいそう。大丈夫、博士に手術してもらえ。もうセンター無理やから代打専門やな。ご視聴ありがとうございました。